ドインジャジャ。人生語るなら俺に言わせろ。曇りのち晴れ熱血秋山人生塾のコーナーです。このコーナーはリスナーの皆さんからの音楽における悩み、人生における悩みを何でも解決しちゃう、明るく弾ける勝手に人生相談のコーナーです。さて今日のお悩みは何かな。はい、秋山先生、はい、今日も音楽に関しての、はい、問い合わせというかね、 お悩みが届きましたの で、 いいですね、はい、お願いします、はい、36歳のベントさんです、うん、秋山さんこんにち は、 こんにちは。ソロで高域音をガツンと吹きたいんですがうまく吹けません。フラジオの上達方法とか教えてくださいということなんですけれども、うん、はい、私フラジオって知らないんですけれども。そうだね、まあ、フラジオは、まあ、木管楽器 の、 そういうなんか一部の楽器の奏法なのかもしれませんね、はい、フラジオというのは、うん、普通の、正規で作られた、まあ、サックスホン の、はい、指使いの高音部分があるんですけども、うん、ここよりも上の音、正規よりも、もう、もう個人たち、もう昔の人が編み出した技ですよ、うん、この指使いやると、あ、この高い音が出た、この高い音が出たっていうね、まあ、要は規制外の高音部分っていう、はい、うん、これね、まあ、僕昔アルトやってたんですけどね、はい、アルトサックスは結構ハマるんですよ。これを、うん、まあ、一般的にしたのは僕の中では、まあ、デビッド・サンボン、 はい、あの人のフラジオはね、もう音が割れてガーってかっこいいわけ、うん、もう一時もう日本のサックスプレイヤーがデビッド・サンボン一色、みんなが真似た時があって、もうみんなフレーズもフラジオも真似た時期があった。僕も真似たんだけども、はい、まあ、この人がねテナーとかアルトなら、まあ、フラジオはかっこいいから、うん、まあ、僕が教えるというよりも今教本にね、もうフラジオの部分ってもう指使いも書いてます。もうね、確立されてるので、はい、まあ、そこをね、まあ、指は見て、演奏してほしいんですけども、うん、ソプラノの場合に限ってなんですけども、はい、僕もソプラノフラジオは本当に1年に1回ぐらいちょっと使う時があるんですけども、ほとんど必要ありません。ただでさえ高い 音だから、もう、そのより高い音なんていうと超音波みたいになっちゃってキーってなっちゃうからもう逆に不快なので僕は使わない、うん、だからソプラノは、まあ、音域は狭いけども、はい、まあ、その音域で勝負した方がかっこいいと思いますね、うん、でフラジオを、ね、ガツンと吹く、これね、みんな、やり始め、アマチュアの方はなかなか音が出ないから、うん、唇を噛もうとするわけですよ、ギューって、うん、で何とか音を出そうとする、はい、まあ、そのやり方も間違いではない、うん、僕も実はそこから来てます。とにかく音出りゃいいだろうということでビューと、あ、出るには出るんですね。出るんですよ、うん、ただ線が細くなっちゃったりね、太い音はなかなか出にくいわけですよ、はい、まあ、それを太い音にするには、まあ、ずっと鍛錬するしかないんですけども、うん、まあ、とりあえず出るのは出ますけども、噛んでもいいです。ガッと噛んでも、もう自分の好きなように音を出して、もうとにかくピッチを大事にしてね、うん、とにかくピッチを合わせながら、もう唇が痛くても出す。で、噛みすぎて痛くてね、翌日もう吹けないよっていうこともあります、うん、でそれでも自分の思ったように、練習すればいいと思うんですよ。もう要は個性ですからね、はい、それでもしかするとその人しか出せないフラジオの音っていうのが発明されるかもしれない。へ、うん、基本は大事だけど も、 もうチャレンジするだけやって、で自分の中でもう頑張ったけど、もうこれじゃちゃんと出ないと、人ではなくつけたいなと思ったら基本に立ち返って先生に教わってアンブッシャーをきちんとあれしてフラジオを出しましょうと、うん、そうするとね、噛まなくて痛くなくなりますから、うん、ただそれもね、間違いを知って戻るというのはとても大切なことなので、お、なるほど、だから、うん、歩き方に間違いはありません。うん、じゃあ初めから近道で上手い人に聞いてやるのもいいけれど も、うん、まず自分でやってみると、そう、工夫してみるね。もしかするとこう唇の形によっては習わなくてもできちゃう方とかもいるかもしれないですよね。まあ、天才肌みたいな人が、必ず出てきますからね、はい、まあ、だけど一番気をつけてほしいのはピッチですけどね、はい、まあ、そういう、まあ、いろんなやり方ありますけども、はい、ペントさん、ぜひ
何サックスなんでしょうねこの人ね、なんでしょうね、うん、あれですか、やっぱりこう高い音を出す時っていうのはこう息の使い方も息がたくさん必要とか、うん、肺活量が必要とかあるんです。実はね、うん、あの高い音になればなるほど息は少ないんですよ。細く小さく勢いよく出すみたいな。そうですね、うん、あのね、なんつうのかな、細くっていうよりもね、遠くに飛ばす感じなんですよ。へえ、イメージは遠く、あのね、ここで鳴らすんじゃなくてここで鳴らす感じ、自分より前に持ってくみたいな。そう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 、でね、高い音も難しいですけど、実は下の音も難しいの。へ、下の音ってみんなね、結構ね手抜きがちなんですけどね、下の音もピッチは結構ばらけるので、下の音もちゃんとした低音部分もしっかり出さないと、上も下も綺麗には出せない。これじゃあピッチを合わせるってことはもう自分の音をしっかり聞きながらきちんとこう吹いていくっていうことですかね。そうだね、はい、ということでベントさん、はい、ブラジオ、ね、何サックスなんでしょうね、うん、かっこよく決めてもらいたいですね、せっかくなんでね。ぜひカラオケボックスで練習、これこそ練習しまくらないとものにできませんからね。じゃあちょっとね、はい、唇痛いかもしれないけど頑張ってください。頑張ってください。曇りのち晴れ熱血秋山人生塾、このコーナーではあなたからのメッセージを待っています。メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp までお寄せください。はい、